ここでおしまいかな。あ、やった。猿ヶ島ってここが一番南の端っこか。これこっち行ってみようか。うわ、うわ、これは厳しいな。おい、水たまりだ。これどっか抜けられるのかな。これで一瞬行き止まりだったらええだな。うえい、うわっ、これまだ服抜くな。ちょっと走りやすくなったね。わあ、車が来てる。いや、久しぶりの河原道だね。おー、いいね。ああ、ここウッドコースだね。こんなとこもあんだね。うわ、ここ泥が、やっぱね、こういうとこはね、変な気を起こすとダメだな、やっぱな。あー、株で来てる人がいる。これどっち行きゃいいんだ。これ巻いてんのかな。あ、こっち行くと戻れそうだね。まあ、ちょっとこっちも行けるとこまで行ってみましょう。はちょっとやばいな。うわー、もう道が重要だねこれね。あー、やめとこう。ここはうわ、タクセルターンできねえなこれ。泥は嫌だな。
これ行けんのか。石の横行けばもしかしたらね、下が石だから。うわうわ、よし、よし、おー、すごいバイク来るね。あー、ここ行こう。あ、ここなんか抜けられそうだな。いいね、やっぱ。都会だとこういうとこ入ってきてもね、都会近くだから。うわ、人気があるからね、まだね。もうだんだん汚れてくるとね、水たまりも躊躇なくなってくるね。うわ、とりあえず一番端っこまでね行ってみようかなと思うんだけど。すごい山だな。ここはただ上がって降りるだけかな。これ泥はやっぱ全然ダメだな。ここでおしまいかな。あ、やった。ああ、猿ヶ島ってここが一番南の端っこか。あ、でもこれ洗い流しになった、洗い腰か。あ、でもな、このバイクじゃ無理だな。ここね、行きたいけどな。ここ行ってあそこの低いところに乗っかればね、そんな勢いつけなくてもいけるね。でもやりません。まあそれなりのバイクだってやることにします。あそこは何なんだろうね。おお、これはアドベンチャー気分だね。うわ、これ下打つな。大丈夫かな。これでねケース割っちゃったりしたらね、もうおじゃんだなこれな。まあ特に煙も出ないし大丈夫か。これセンタースタンドのねステーが結構出っ張ってるからね、そこだったらまあいいんだけど。
向こうも道があるね。あーやめとこう。なんか水たまりがひどそうだな。まあちょっと下までこう緩いからちょっと見ていこうね。あれ結構坂だなこれ。あ、これはダメだ。向こうには行けそうないね。あ、ここもなんかね、モトクロスコースみたいになってるね。水が引けら面白いんだろうけどね。うわー、すごい降りちゃうな。こっちは泥だからやめとこう。ということでね、これが猿ヶ島っていうのかな。またここはね、違うバイクでも新しくしたバイクでも来てみたいと思います。今回は以上です。